今年の夏はどの山に行くのかって。今年は山というよりは誰もが知っている北アルプスの秘境、そう、あの雲に任せて。こんにちは、イラストレーターの松田優です。とうとうね、この時期がやってまいりましたね。今年もね、決意表明動画なんですけれども、この夏はね、ゆうさん一体どこに行くんだいっていう話をしたいんですけれども、今年の夏はですね、あの北アルプス最後の秘境と言われている雲の平に行きたいと思います。一昨年ぐらいですかね、あの私のね夏山動画上げた時に、書き込みのところにね、コメント欄にね書き込んでくださった方がいて、ゆうさんね、あの次はね北アルプス最後の秘境雲の平はどうですかってね書いてくださった方がいたんですよ。それからね、雲の平ってどんな場所なんだろうと思ってね、私なりにねこう調べたりね、地形図を買ってねこう調べて、この等高線を見てね、どんな場所なのかなってこうイメージしようとしてたんですけれども、なかなかねイメージできない不思議な場所なんですね。ざっくり説明しますと、位置的には立山連峰の南で新穂高温泉の北ぐらいに位置するところなんですけれども、特に目立った高い山があるっていうわけではなくて、標高 2400m ぐらいの雲の平っていうね、あのちょっと広い大地のピークがあるところ、そういうところを総称して雲の平って言ってるんですけれども、マップで説明しますとこんな感じ。結構ロングコースなんですよ。で、私の行程はと言いますと、まずいつものように1日目は直通バスでこの折り立てというところに入ります。そしてね、徐々に標高を上げながら、この太郎平小屋というのを通過しまして、木道を通りながら沢なんかを越えながら、薬師沢小屋というところまで行きます。そしてね、2日目がこっからが雲の平の真骨頂なんですけれども、この薬師沢小屋を出て、そして雲の平を通過し、そして雲の平山荘まで行きます。でね、本当はこれ通過してね、あの突き抜けて向こうに行きたいんですけれども、さすがに秘境だけありまして、これねこっち側に通過してね、あの突き抜けてどっかに出ようとするとね、次バスが迎えに来てくれるのはね、なんと新穂高温泉ぐらいまでないんですね。そうするとね、あの2泊3日の行程ではとても間に合わなくて、3泊4日かそれぐらい以上になっちゃうんですね。なので今回はあの一番いい場所でこの引き返してこようと思います。そして雲の平山荘を経て、今度は下りながら高間ヶ原峠というところに行きます。でずっと下ってくるんで沢を越えるんですけれども、この沢を越える時にね、ちょっとあのはしごがあったりロープがあったりするみたいなんですね。ここからがちょっとね、あの想像できないってさっき言ってたところなんですけれども、まあ標高 2000m ぐらいの地点なんですけれども、川が流れている。で、沢じゃない、川がちゃんとあるみたいなんですね。その証拠に河原歩きって地図に出てるんですよ。で、もっとびっくりするのはね、イワナとか地図に出てるんですよ。私ね釣りしないんでわかんないんですけれどね、標高 2000m 以上の川でイワナって釣れるんですか？そんなのもねあんまり聞いたことがない。さらには河原を歩けると言っている一方、数百メーター向こうにはゴルジュ帯があるって言うんですよね。私のね、あの坊の峰の登山編白谷沢ルート、これを見てくださった方はあのご存知かもしれませんけどね、峡谷ですね、狭い谷、両側バーッとこうせり立ったゴルジュ帯っていうのはありましたよね。それがねここで見られるっていうんですよね。で、その後は再び、薬師沢小屋まで戻ってきて、200目をここで、撮らせてもらいます。
って最後3日目は初日のルートを折り返して帰っていくルートで、再び太郎平小屋を経て折り立てまで帰ろうと思います。で、想像できないことがねまだ少しありまして、途中ね庭園と呼ばれるそのこう景勝地みたいのがあるらしいんですよ。その名もギリシャ庭園だとか、オクスイス庭園だとか、アルプス庭園っていう名前のね庭園っていう景勝地があるらしいんですよ。これね私ちょっともったいないんでね、ネットとかで画像をわざと調べずにね、その場にこう行ってね、その場を見て初めてその感激するっていうね、そういう体験を味わいたくてね、あんまり調べてないんですけれども、まさかね本当に人工的な庭園があるわけじゃないと思うんですけれども、それらしき石があるのかな、こうなんか平らにこう広がっている景色を言うのかな、そういうのがね見られるんだと思っています。いずれにしてもですね、3日間歩くんですけれども、秘境と言われるだけあってね、1日7時間ぐらいは歩かないといけないんですよ。今までだとね7時間歩いたら次の日は3、4時間っていうのがあったんですけれども、今回はね3日間ともね、7時間近く歩かないといけないです。なのでね、これからねこのロングコースのね練習を積んでね、体力をつけていきたいと思っています。それからもう一つお知らせがあるんですけれども、この動画を作成している最中になんとチャンネル登録者数が1万人を超えました。いやーありがとうございます。じわじわとねチャンネル登録者数はね地味に増えてたんですけれども、まさかね1万人に到達できるとは思いませんでした。これもねいつもご視聴してコメントとかいっぱいいただいている皆さんのおかげです。ありがとうございます。今までねその登録者数の伸びは地味だったんですけれども、例の私のブレイクしてしまった動画、なぜ下ってはいけないのか、動画以降ねものすごい勢いでね登録者数が増えてくれまして、3000人ぐらいね一気に増えてくれまして、このスピードで1万人到達となったのでした。本当にありがとうございました。それではね関東地方梅雨入り宣言しましたけれども、まあ6月それから7月梅雨のね晴れ間を見て、で8月上旬までロングコースをね歩けるだけの体力をつけていきたいと思ってますんで、そちらの動画もどうぞお楽しみに。それではまたハウトゥー動画かバイク動画か登山動画でお会いしましょう。さよなら。